60代がここがまあ非常にこう年齢の差が出ると言いますか？えー、眼科になります。今日は白内障、年齢、別の考え方についてお話ししようと思います。白内障ってま要はまご高齢の方が手術するもんでしょ？って思っていたら、ま、40代50代と白内障って言われたりとか。 70代で白内障って言われたんだけど、さてどうしたもんか、手術した方がいいのかなとか、80、90白内障言われたけれども、どうなのやんなきゃいけないのと迷うこともあると思います。まあ手術をね。そこで、何歳ぐらいだと、まあこういうのが一般的なの。もちろん人によって違うんだよ。人によって違うんだけど、一般論としてちょっと考えていただくことをあのご紹介していこうと思います。まずは、 20代、30代で白内障と言われた場合、この場合は、えなんでっていうことから始めてください。どういうことか。普通、白内障って、50代で50%半分の人があるんで、それ、50代ぐらいで白内障って言われたら、まあ、あり得るよねってことです。でも、20代、30代で白内障と言われたってことは、なんかあるかもしれないんですよ。 例えば、なんか体に悪い病気があって、まあ、結果として白内障とかにもなったとか、目をこすりすぎてぶつけすぎて、子供の頃の大きい怪我が原因で白内障に実はなってきたとか、糖尿病とか、体の何らかの病気によって白内障になっちゃうってこともあるんですね。あとはアトピーなどもね、目をこすりすぎるので代表的。他にはステロイド、薬を使うことの白内障っていうのもあり得るかと。 なので、あれ ?20 代、30代で白内障って言われちゃった。ちょっとこれは何かあるのかなって。10代ももちろんですよ。っていう風に思ってください。で、40代。微妙なとこです。40代だと、まあ、普通はあんまり白内障と、ま眼科で言われることはないんですよね。でも言われたってことは、もちろんなんか手術してるとか、まあ、そしたら別ですけども。40代で白内障かって思うわけですよ。ってなってくると、やっぱり一番疑わしいのが、糖尿病だったり、 体の何らかの病気、もちろん目を擦ることもなんですけど、20代、30代ほどではないけども、まあ、ちょっと他の原因も少し疑っていいんじゃないかなって思います。なので、20代から40代までは、普通はあんまり白内障と言われないものである。そんな中で言われたんだったら、なんかあるんじゃないのっていうのは、ちょっと、 チェックしていただけるといいかなって思いますね。なんでかっていうと、眼科は、眼科しか見ないこと結構あるんですよ。例えば、あなたが白内障になったとして、実は糖尿病があった。糖尿病網膜症と言って、目の奥に出血まで起きてくると、あれ糖尿病ありませんって聞いてくれるんだけど、白内障だけだと、白内障あるね。で終わっちゃうことがあるんですよ。なんでかっていうと、眼科医にとって、白内障を見ることは、日常すぎて、普通なんですよ。 それが若くしてなってたら、なんか若くしてなったなって思うけど、まあ取り立てて、そこまで、じゃ内感、採血調べましょうとかまではあんまいかないので、自分で、あれなんかちょっと一応気をつけようか、ちゃんとチェックしようかって思った方がいいですと。50代。50代ぐらいで白内障と言われることは、あることはあります。ただ、大抵は50代は、白内障はあるけど、まあ手術するほどじゃないよとか、ちょっと見づらいですとかって言って、まあ白内障かねと。 まあでも様子見ていいんじゃないですかっていうのがだいたい50代ぐらいですね。60代と出して70代ぐらいが一番手術をするのが多い時期ではあります。なので70代の方がちょうどちょっと見づらくもなってきたし、白内障手術を考えようかみたいな時期感になってきます。で、60代。ね。50代はまああるけど。 70代は手術をすることが多い。60代が、ここがまあ非常にこう年齢の差が出ると言いますか、予防の差が出ると言いますか、そういう年代になってきます。つまり、若々しく保たれている方の場合は、60代でもまあ大抵問題なくいっちゃいます。これは若々しいというのは、お化粧が上手だとか、よく走ってるとかっていうシンプルにそういうことじゃなくて、目が若々しいかどうかですね。目の若々しさっていうのは、もちろん運動とか、 食事も大切です。でもそれ以外に紫外線がどうなのとか、目をどんぐらい使ってるのとか、その目の負担という部分も大切になってくるわけですね。60代が手術せざるを得ないぐらいになっちゃうか、まあ意外と大丈夫だねって言えるかが、まあ、生活で結構大きく変わってきますね。で、80代、90代で白内障と言われた場合は、そろそろ考えた方がいいよと。で、90代になってくると、そこまで不自由じゃないなと患者さんが感じたとしても、 まあ、早めにやるのも悪くないよっていうところがあるんです。なんでっていうと、じゃあ、あなたが91だとして、2年、3年、4年ってなってくると、いろいろやっぱ体に不具合が出てきたりして、いろいろ眼科に行くとか、内科に行くっていうのも大変になってきたりっていうところもあると思います。また、そもそも白内障自体が結構強くなってしまっていて、じゃあ100までその白内障をね、装置しておくと、白内障手術の難易度が上がってしまう、 っていう問題があるんですね。すると、もちろん結果が問題ないことは多いですけど、何らかのトラブルが起きて、まあ、手術時間が伸びたりだとか、手術を2回に分けなきゃいけなかったりだとか、思うほどの結果が出なかったりってことが、やっぱ確率的に上がってくるんですよね。だとすると、まあ、90代ぐらいになったら、さすがにちょっと考えた方がいいかなって思いますね。白内障だと言われたらで、手術をちょっと進められたら早めを考えてと。 80代ぐらいだと迷うところですが、まあ、後半になってきたらもう、さすがに考えた方がいいと。前半ぐらいだと、ちょっとご本人の判断も含めてって感じかなと思いますね。100ぐらいになってくると、本当にするかどうかもちょっと相談ですね。もちろん、100だと手術できないとか、102歳、104歳だと手術できないってことは特にないですね。ちなみに私が、白内障手術をした一番ご高齢の方は102歳の方でしたかね。なので、うん、その後も、まあ、結構、 ね、あの、よく見えて長生きされてくださったので、まあ非常に嬉しく思いますけれども、あの、亡くなった後、あの、ご家族から最後まで見えてよかったですみたいにちょっと言ってくださったんですごい嬉しかったんですよね。っていうこともあったんですよ。まあ結構前の話。っていうことがあるので、やっぱり、いくつでも手術をして綺麗にすることはできます。ただ、あなたが、まあ手術したくないなとか嫌だなって思ってて、今の見え方にそんなに不満がないんだったら、 展示を待ってみるのも一つの選択肢になってくると思うんですよ。100歳ぐらいになってくると。なので、まあ、ちょっとそこは選択肢として、えー、手術を絶対っていうよりは、自分の体の調子と、自分はどんぐらいまでいけるのかなとか、まぁ、あ、そこら辺と含めて、まあ、ちょっとよく検討されてもいいかなと思いますね。100ぐらいになってくると、手術の難易度自体はもう、ある程度高くなってきてると思ってくださっていいと思いますね。というように、年代ごとに、 基本的な考え方っていうのはあります。もちろん、なんか50代なんだけどすっごいひどい白内障だからもっと早くやった方がいいとか、80代なんだけども、まあまあ軽めだからもうちょっと待ってもいいんじゃないってことはあることはあるんですよ。なんですけど、まああくまでこれは一般的に年齢層から考えると、こういうふうに考えなきゃねっていうところだと思ってください。で、結構最近、特に都会とかだと、非常にお若くして白内障手術を進められるケースが 増えてきてると感じます。で、まあ、それはね、白内障手術の安全度が上がってきたっていうところもありますし、じょんじょんやりましょうよっていう発想の、まあ、医者が少しずつ増えてきてるてところもあると思いますね。昔の医者だと結構白内障手術が大変だった頃を知ってるので、なんか手術をするのってやっぱやだよねって発想が結構あるんですよ。なんだけど、まあ、若い先生とかだと白内障手術が非常にこう安全性が高まった時期に医者になって治療してるので、 まあ、そんな怖くないからやりましょうよって発想に、まあ、ちょっとなりやすい傾向があるんですね。それは悪いことじゃない。悪いことじゃないんだけど。なので、ちょっとそこで、ご本人の気持ち、つまり、あなたとしては待ちたいとか、そういう気持ちとずれてしまうことがあるので、ちょっとそこは、まあ、医者と話して、すり合わせをしていただけるといいかなと思います。今日は、年代別、ね。若い時から、まあ、ご高齢になるまでで、白内障、どう考えたらいいかについてお話しました。 他にも白内障についての動画たくさんありますので、ぜひぜひそっちも見てください。またちょっと今日の動画でいいなと思ったら、高評価ボタンを押してくださればと思います。よろしくお願いします。